大分は、宇和島運輸が運行しているフェリー。別府2の大船として、内海造船瀬戸田工場で建造され、2004年1月18日に、就航した。共有建造制度を利用して建造された、鉄道建設、運輸施設整備支援機構との共有船である。全通2層甲板型の旅客船兼自動車、都船である。先に就航した、愛媛の同系船であるが、 航海船橋看板の船室が削減されており、旅客定員が75名、総トン数が約40トン少ない。ランプウェイは船首及び船尾の2カ所に装備されている。2007年10月7日5時45分、着岸中に発生した1号補機の下級機の故障により、2号補機のみの単独運転で別府館航校を出港して、 ヤワタ浜港へ向かった元船は、別府間高校の防波堤内を航行中、単独運転していた二号補機の異常停止により、主電源を喪失、操船不能となった。急遽、両舷怒りを投入したものの、その直後、沖防波、堤南東大の西方180メートルの東防波堤先端部に衝突、本線はバルバスバウの右舷側にオーソン及びバウバイザーの右舷。 中央部に、作火賞を生じ、防波堤の衝突箇所に設置されていた、東防波堤灯台が、基部から倒壊した。旅客及び、搭載車両に、被害はなく、二号補機の再始動が試みられたが、復旧後に、再び停止したため、来園した、海上保安庁の巡視艇に栄光され、岸壁に戻された。事故原因は、 故障により発電機の並列運転ができない状態となった際、安全管理規定に反して運行を中止しなかったため、単独運転中の発電機が停止した際に、操船不能となり、防波堤に衝突したもので、船長が発行中止の措置を取らなかったこと及び機関長が発行中止を進言しなかったことが原因とされた。ありがとうございます。